シモン・ブーエの1634年頃の会話、ウラニアとカリオペのカリオペーを描いた部分。カリオペーは、ギリシア神話に登場する文芸の女神ムーサたちの一柱。名は、カリオペアとも。日本語では、カリオペ、オペー、カッディオペアなどとも表記される。すべてのムーサたちと、同じくオーミーはゼウスとムネ念もネ念の娘。旧柱のムーサたちの長女で、クレイオウ。 エウテルペー、タレア、メルポメネー、テルプシュコラー、エラトー、ポリュムニアー、ウーラニアート姉妹。女ジ,ジシをツカサドる。表される、サイの持ち物は、初版と鉄筆であるが、このようにムーサたちが、細分化されたのは、ローマ時代のかなり後期になってからである。アポローンもしくは、オイアグロスとの間にオルペウスと、リノスを設けたほか、レイソス、セイレインたちの母とする説もある。 弁舌の女神ともされ、ムーサたちの中で最も賢いとされる。アドーニスをめぐるアプロディーテイとペルセポネートの争いを仲裁するなど、ムーサたちの中で最も活躍の場が多い女神でもある。ありがとうございます。